でも来てください。不思議は裏切らない。愛情かけたらちゃんと答えてくれる。癒されますよ。毎日自由にも飲めますよ。来てください。待ってますから。自分で育てて自分で食べる。人間が生きるってそういうことなのよね。私も牛飼ってみる。畑も作ってみる。ね、千代さん、私の先生になってください。はい、任せてください。赴任したの。日本へ帰国したい人がいたらその手配をしてやらなきゃって、それで急にアメリカへ来ることになったの。だからどんなにひどいのかと思ってた。確かにいろいろ問題はあるし、私自身も大学で嫌な思いもしてるけど、平松くんとこへ伺ってほっとした。こんなに幸せに暮らしてる人たちもいるんだって。私、平松くんに会ったおかげでアメリカが好きになった。今ではいつまでもいられたらって思ってる。